吉田トンのいいフットボール。はい、こんばんトンです。吉田トンです。よろしくお願いします。というわけで、今日はですね、僕の大好きなマルクス・テュラムをね、ちょっと皆さんにご紹介したいなと思います。よろしくお願いします。ということでね、いやー、なかなかね、使ってる人見たことない選手なんですけど、僕はね、この選手めちゃくちゃ大好きで、しかも強いっていうね。というわけで、どの辺が強いかっていうのは、まず能力値から見てね、紹介していきたいと思います。まずですね、今こちらの画面に映ってますけど、このようにね、能力を振ってるんですけどね。まずこの選手を押さえておきたいのが、スピード93あります。そして瞬発も86。で、キック力はちょっと低いのは80なんですけど、ジャンプ82、で、フィジカルコンタクト87、ボディコンは76で、スタミナね。で、ドリブルも84あってね、応援センス84とかで、決定力も83ですけど、これ見てください、この瞬発とスピードとかね、で、フィジカルもあって、もうゴリゴリモンスターなんですよ、この選手。で、身長もね、192センチあります。これ、でかいですね。で、なんかね、この選手ね、まあ、使ってて思うんですけど、思ったより重たくない。で、結構軽いんですよ、これ。で、なんでかなと思った時、やっぱスキルなんですね、これ。これ、まあ、追加スキルもあるんですけど、初期のスキルで、足裏コントロール、エッジターンとかね、ついてるんですよ。これ系ついてると結構、まあ、特に足裏コントロール、これ系ついてると結構やっぱ、こねれる。だから軽いのかなと思って、逆足とかはね、低い高いね、やや低い高いなんですけど、こねるっていうのはやっぱ、このドリブル系のスキルつけてるから、重たい選手もいいのかなって。で、追加スキルもバチバチにつけてます。エアバト、ワンパ、ワンシュー、チェイシング、ダブルタッチ。ダブルタッチだけね、ちょっとなんでつけてんだよっていう話は、好きだから。好きだからつけさせてよ、ちょっとね。つけてるんですけどね。まあ、チェイシングはやばい。もう前線からゴリゴリ刈り取ってくれます、このテュラムちゃんが。そしてですね、まあ、極めつけデコイランですね。このデコイランの動きが、ちょっとね、やっぱ相手からしたらなかなかつかみづらい。こう斜めに抜けたりとか、まあ、縦にも抜けるときあるんですけど、こう、結構ね、いろんなとこにね、抜けたりするから、それがね、かえってこう、つかみづらい。で、抜け出したときもフィジカルがね、まあ、これ、こっからね、チームスタイルが乗って、90になるんで、あ、じゃあその能力値も見ていきましょうか。はい、というわけでね、チームスタイルが乗ると、このぐらいの能力になりますということでね、これ見てください、これ。もうだからスピードなんて96よ。早いでしょ。90、これは瞬発も89やって、やっぱ85以上だと3回になるから、それが結構やっぱ鍵を握ってる。だからフィジカルも90いくしさ、もうすごい強いの、これ。能力値だけで見たらもうゴリゴリを、で、しかも軽いっていうからさ。もうこれをね、ちょっと使ってね、じゃあどれぐらい無双してくれるかとか強いかっていうところね、皆さんにちょっとお見せできればと思いますので、じゃあ試合の方行ってみましょう。GO!はい、というわけでマッチングしました。ということで、じゃあテュラムの調子見ていきましょうか。テュラムがね、コンディションの波大きいなんで、 B 以上の時、そのライブアップデートが B 以上の時、すげえ、好調とか絶好調になりやすいんでね、ちょっと見ていきましょう。普通かい。振っといて普通かい。なんだよもう。まあ普通ということで、まあ普通でも、あ、そうか、これイベントだから、そうか、これイベントでやってるから普通になるんだ。そうかそうか、それはすいません、申し訳ない。まあまあ、でも、ここで、じゃあ、どのぐらい強いか、ノーマルでもね、どのぐらい強いかっていうのを見せていきましょうというわけで、よろしくお願いします。というわけでね。はい、というわけで、楽しみですね、ちょっとね。ティラムがどれだけ、相手はね、ショートカウンターだったんでね。そのショートカウンターの相手に、じゃあ、この無双ティラム、いきましょう。よろしくお願いします。頑張ろうぜ、ティラム。じゃあ、ここで。これ、ね、エアバトもついてるから競り合いもね、競り合いも勝てるかもしれない、勝てるかもしれない、競り合いも勝てるから、オッケーオッケー、はいはい、惜しいね、ちょっといいね、今ちょっと惜しかったね、いいよ、あそこもね、ちょっとなんか抜け出してんのね、デコイなんて意外と結構抜け出すんだなと思って、今のもスルーパス出してたら通ってたかもね、
いいよ。さあこうパス出せます。これスルーパスついてるからパスがうまい。さあこれテュラム決定力も高いのよ。フィジカルが高いと決定力高いのかなっていうね感じするんだけど、ミドルもやっぱしっかりミドルシュートつけてるからしっかり決めてくれてる。でかいね190にやっぱでかいね。はい、これスルーパス通します。パスもできると、やっぱスキル満々につけてるんでパスもできると。さあここティラブル預けたい。ここ抜けます。ここ抜ける。あ、惜しい。あそこ抜け出すんだね。これあかんねん。え、何それ。え、いつもなんか動画で変なシュート決められんな俺いいよ。さあここいいよ。テュラムうまい、パスうまいな。そこのパスが最悪だった。フィジカルないとさ、体勢が悪い状態でパス出すから、そのあんま精度は低くなっちゃうけど、テュラムは多分フィジカルがあるから結構いい感じパス出せるのかなっていうとこあります。とりあえず前半2対1で、でもテュラム大活躍じゃないですか。もうすでにもう活躍、1得点とあと1アシストもしてんのか。1アシストだね。よしいいよ。よくない。よくない。かなり押されてる俺。よくない。よくないよ。守備がよくない。テュラムのこと考えすぎ？もうダメだダメだ何もできない全然勝てん。前半だけちょっとやっぱスタミナがないな。うわ、いいよ。いや、これ今の来たでしょこれ素晴らしい。いや結構活躍してるでしょこれ。まださすがにでも変えるか。さすがにちょっとスタミナが足りないな。でも結構もう2得点1アシストよ。これは結構いいでしょう。あそこちゃんと決めてくれる。フィジカルがねあるとね、すごい体勢を保って決めてくれる感じがするんだよ。これ単品チャンス。やばい。テュラム2点も1アシストしてるのに、これはひどい。もう1試合いってみましょう。お願いします。さあというわけで2試合目やっていきましょう。ということでね、さっきの試合まさかの、ロスタイムで失点して逆転負けというね、形になってきましたけど、ちょっと次の試合はね、でもテュラム自体は活躍してたから、そうだからもうやれると思うのよ。ちなみにさっきの方調べたらね、あの最高順位15位の方でしたね。その中でも結構あのテュラムがね戦えてたのでね、いや結構いいんじゃないでしょうかということで、2試合目も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで、じゃあちょっと、テュラム引き続きで頑張って使っていきたいなと思います。よろしくお願いします。 OKOK。よしナイス。ああいうとこをしっかりテュラムに預けてもいいかもね。これねヘディングもできるしパスもさばけるから、そういうところをマルクス・テュラムでいいよ。あーごめんオフサイドそれ通ったの。オッケーオッケー。さあここ抜け出す。さあここフィジカル、これ見てこの強さ冨安も結構大変な、ほら今強くない？ゴリゴリいったよこれ強いよあいつ。
あの冨安を背負って、冨安って結構フィジカルあるじゃん。俺のやつも90ぐらいあるけど、あんま振ってない冨安だったらいけんのかもしれないな。テュラム来い。わかるかなこの軽さ。今抜け出したの、1枚剥がして、その後ちょっと足かけられちゃったからあれだったけど、マジで新環境はフィジカルゲーなのかもしれないな。惜しい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 違う、なんで相手の応援してんだよ俺。惜しい惜しい。とりあえず前半 1-0 で、テュラムから起点となってムバッペがね、シュート決めたことね。あのちょっと冨安をこう跳ねのけてたのはちょっと感動したね、あれね。さすがテュラムっていう感じがしましたね、あそこは、ね、というわけでね、後半戦やっていきたいと思います。よろしくお願いします。テュラムがここからどれぐらい活躍してくれるか。いや、いいシュート。あれキックフェイントできるのは軸だと思ってた。さあ、ここあーラッキー、ムバッペキックフェイント持ってるから、やっぱあそこでケンケンってやってる。エッジターンもついてるかな、かな。よし、さあどうでしょうか。ギブしましたけどね、これマジでいいんじゃないですか、マルクス・テュラムちゃんね。皆さんもよかったらね、持ってる人いるかな。結構一回したら無料で配布もあったよね、テュラムね。あれも結構強いんで、もしいる方いらっしゃったらね、よかったら使ってみて欲しいです。よろしくお願いします。ちょっとオチのセリフうまくいかなかった。よかったら使ってみてください。というわけで、今日の動画は以上になります。終わりです。ありがとう。おつとんです。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。